入ります。立ったところ、崩れたところを、これ、ベイン、あとちょっと、はい、すっきりベイン、おめでとう、すっきりです。これに、うわ、あ、ちょっと、発売先生もね、こう指やられてましたけど、はい、もう指一本あったらありがたいですよね。今のすごい、今はすごいですね。今だってこうやった瞬間にもう、はい、別に止めてしまえば、うん、これでも何でもいい、これも何でもいいです、はい。嘘っぽいけど、これ嘘っぽいでしょ。だから指で取れば、すごい。あー、出て出て出て、ごめんなさい、これはツボですよね。言ってた、ツボ、はい、ツボ。手もですね、やっぱりコツもあるんですけどね、やっぱりお互い力でいくと出てきないんですけど、こう力握りにくいようにして、こうぐーっといって、またこう、で、またこう来て、下に来てくれて、で、ありがたいことで自分で起きるんですよね。はい、どうぞと。はい、どうぞと。若狭さん、よかったね。ああいう人たちって本当すごいのって今日言ってたから。そうそう。体験できて。まあ、いろいろ、はい、先生 の、 そのやられてるものの何がこう主体かがちょっと分かってないんですね。いわゆるこう、あの武器も使われたりとかっていう、いわゆるその結局今つかまれてしまったら、まあ投げというか決められなってるわけじゃないですか。それの中でも蹴りも含めていろんなものを使われる、ね、もちろんしますし、あとまあね、前西さんにお話しましたけど、若い頃ってやっぱり蹴りでガンガン、ね、蹴りが結構好きな時期もありましたけど、やっぱり30代、40代、今50代入って、だんだん高い蹴り上げるのも面倒だし、もっと省エネでいきたいなってなるんで、できたら指。面倒ってことなんですね。あ、まあ、面倒というか、こう、あの省エネですね。で、だから指一本で制されたら一番いいなと。で、今の考えとしては、急所とことんやろうとは、それは思ってませんよ。それは絶対持っとかないといけないものだと思うんですけど、いざという時のために。しかし、要は、安全に、今多分どこも怪我してないと思うんですけど、はい、それで制したら一番いいと今は思ってますよね、はい、やっぱりこういう人を相手にちょっと、はい、練習で大体こうゆっくりやるじゃないこういう人、うん、で最初の頃は、うん、なんでこうゆっくりやるんだと早くやらないのかと思ったんですけど、やっぱり自分で体験すると早くやったらやばいと思う。こっちが初見先生の時にも宮平先生もそう思うんですよ、はい、僕が早く今ゆっくりやってるからゆっくりやってくれてるけど、うん、早くやったらこっちも自動的に早くなるから、はい、そしたらもうやばい。それはありがたいですね。絶対、うん、でもアクションっぽいよね。いやでもアクションっぽいですよ。結果コントロールされちゃってるから、うん、なんかすごいんだよね。でも、うん、なんだろうなあれね、本当に不思議でも俺ここのなんでこの点で全身がコントロールされる。いやあとだから先生が結局そんなに移動してないですか。してないね、もう癖ですよね。動いちゃってるの僕らです。これ兄さん、これ手ですね、はい、これをやっぱり普通にちょっと力入れてますよ、はい、こうなんですけど、ここを少し握り、わざと握りにくしてて、はい、ここに、なんていうんですかね、スクエアですかね、ほほ、仕方を作る。おーわー、地面まで来ますし、ありがたいことに自分で受けられるんですよ。ちょっと待って本当に、人形を操るようになりますよ。俺これ YouTube とかでこういう映像を見ると、うん、絶対これ嘘だっていう思うじゃないですか、はい、いやこれはでこれが少し武術的になると、まあ相手がねちょっとちょく突っかかってくる、まあ、酔っ払いとかね、これとはいこれでね離れればいいですけど、でも生き死にかかった戦いとなるとこれプラス残酷技が出てくるわけですよね。でもこの死にたのはさこういうのやっぱ中先生だったらどういうふうに対応するのかとかって面白いよね、うんうん、ただ相手出てって言うだけだと思うけど中先生、うん、いやすごいな。じゃあこうして、溜めた状態で危ないですね、ちょっと危ないですね、はいはい、肘、そっち打ちますね。早っ、早いですね。いやもう全て危ないじゃないですか、あの前も危ないですし。
力が入ると親指の周囲で頑張って、はい、と思うんですが、いわゆる骨でしょう、そうですよ。はい、骨でいくとちょっと困りますよね。頑張らないところで。はい。はははは。そうそう。またすぐ応用を変化するわけですね。はい、変化できます。見えにくいんですよ、ね。ああ。じゃあまあちょっとも今度は準備。いつも。はい。じゃ例えば今みたいにこれができてるのはこっちが、うん、はいはいはい。その間に抜ける。はい。そういう方法も。1本ができれば3本もできますし、はいはい、意識が最初の月に一転しまいますから、はいはい、うん、見えにくいですよね、はい、原理をたどるとやっぱりどっか近づいてくるんじゃないかなとは思うんですけどね。簡単に一言言うと深さですよね、まあ、空手ももともとそこだと思うんですよ、思い切って。靠手。